道の駅民間屋は、青森県東津軽郡外ヶ浜町にある国道339号の道の駅である。愛称は、タッピ岬。津軽半島最北端のタッピ岬近くに位置し、青函トンネル記念館及び、両日ウィンドパーク展示館の2つの展示施設などから構成される。このうちウィンドパーク展示館は施設としては、 閉館となっているが、トンネル記念館と廊下でつながっており、記念館経由で建物内に入ることができる。なお、同駅は毎年11月上旬から翌年4月下旬までの間、当期閉鎖される区間にあるため、この期間は全館休館となる。青函トンネル記念館入り口1988年3月11日に、青函トンネル記念館として完成した。 大きな吹き抜けの壁に青函トンネルの構造を知るパネルなどが展示されており、2階部分では映画も上映されている。一般財団法人青函トンネル記念館が運営する鉄道路線で青函トンネル記念館と青函トンネルの体験行動を結んでいる。当初は青函トンネル両飛車高線の体験行動駅と青函トンネル内にあった。 北海道旅客鉄道海峡線の両費海底駅との連絡はなかったが、海底駅見学整理券を利用する見学コースが開始されたことに伴って、鉄道からも利用できるようになった。海底駅側から入る場合は地上に出ることはできたが、記念館側から入る場合は海底駅ホームへ行くことはできなかった。なお、タッピ海底駅は二0十三年十一月十日をもって休止。 2014年3月15日で廃止されたが、その後も車高線の運行は継続している。道の駅の登録証は、東北電力料費、ウィンドパーク展示館にあるが、展示館は無料休憩施設のみで、隣接する青函トンネル記念館に、特産品販売所及びレストランがある。なお、道の駅スタンプラリーのスタンプは、双方の建物に設置してある。 ありがとうございます。